やってまいりましたよ、福島を倒す日が。ちょっとね、ストリングの方も新しく入ってるけど、僕ダントツです、これ。あのディオスの時よりあの F スピードは打ちやすいってなったんですよ。どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。そして本日も福島選手に来ていただきました。お願いします。ということでやってまいりましたよ、福島を倒す日が。はい、皆さんお待たせしました。福島を誰が倒すのか、あゆ太郎でしょ。ということでね、本日は、まあ、あゆ太郎 VS 福島選手シングルス対決していくんですけれども、前回あのこちら D フォースツアーが7月で、こっちの10が8月発売しますよという動画を上げたんで、まあ、あの気になる方はあのまずそちらの動画を見ていただいて、で今回はですね、こちらなんとストリングの方も新しくなってるということで、はい、マルチフォースマルチフォースって言います。これどんな感じのストリングですか？素材はマルチの素材なので、はい、どっちかといったらその食いつく方なんですけど、もうラケットも食いつきもいいし、ストリングも食いつきがいいみたいな、はい、おで僕の感覚ですけど、はい、マルチってやっぱ食いつきはいいけどボールが飛びにくいみたいな多分とこも持ってる方はいると思うんですけど、はいはい、結構ボールの飛びをすごく感じる、僕は。食いつきがいいけ ですけど、はい、飛んでくる、はい、食いつきあって飛ぶって多分一番理想だと思うんですけど、はいはい、もうそうですね、はい、そんなのがあるのかっていう。本当ですよね。でコーティングもちょっとあのねちゃねちゃまでいかないけど、ちょっとなんかくっつき感がありそうな感じの材質ですね。触ってもらったらガムゾーンみたいな、ガムゾーンみたいなね。まあみんな皆さん感じ方はすいません、なんかまあそんな感じねちょっとした感じの感覚でも食いつくがいいと、はい、多分このラケットとこのストリングの相性なんかいい気がしてて。ああ、じゃあこれもセットというか、まあ、はい、一緒に発売、このストリングも7月。7月、おお、はい、じゃあどツアーの方と同時なんだ。そうです。おぜひじゃあ一緒に買う際は一緒にね張り替えてやってみても、はい、ちょっと今回こちらを使ってちょっと福島一緒に相手してもらいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。あゆ太郎チャンネル。お願いします。お願いします。今入りました。
りました。入ってる。マジっすか。よし、入った。よし、よし。お願い。あゆたろうチャンネル。どうした？どうした？終わりました。調子良かった。マジっすか？てかね、良かったラケットがすごい。ストリングとかも。そう、マルチフォース、めちゃくちゃいいです。それ本当自分球のスピードがないんで、こうフォースついてって、ちょっと前行ってミスっちゃったけど結構バチンって。あえて決めるタイプだから、すごいいいな。なんかなんていうの、こう最初のラケットだから。合わせるとかじゃなくて、はい、あの気にしないで振って入るみたいな。そんなにマジかよ。本当なんかいいボール多かったですよ。どうでした、なんか評価、福島評価。まあこれ3ゲームなんで、あの僕もヒーヒーなんで、多分これ7ゲームでやったら1-4多分。おじさんですよ。いやいやいや、好評いただければ。いやいや、あの
日本リーグでね、シングルも出られてたんで。あ、で、あの、これ止まるのが好きかもね。あ、好きですか。日本リーグ、インドアで。インドアですもんね。外で何も買ってないから。いや、でもあれっす。コートめっちゃ広く使うなっていう感じあって、特にあのストレートの、あの、流すボールが長かったんで、そこから僕なかなか逆コースに切り返すボールが甘くなってたんで。そういう話ありました。あんまそんな深く考えちゃなかったあの福島選手はね、やっぱバックがいいんで、このどっからでもね、あのストレートに流せるっていうのがね、あれはさ、普通難しいと思うんだよね。あれ逆マッチでもできるから、まあ、だからそういうことなんだろうな。ちょっと皆さん、僕もちょっとお手本にしたいと思います。ということで、あのこちらの D-Force のツアーが7月20日、こちらの10が8月20日で、皆さん楽しみにしてください。また、ストリングの方も。そうか、ストリングもマルチフォース、7月に、ツアーと一緒に発売するので、はい、皆さん、あの、試しに、これ買う際には貼ってみてください。とてもいいんで。はい、愛太郎のインスタにまた写真とか載ってるんで、まあ、動画でも細かく見せるんですけども、そちらの方もちょっと見てみてください。じゃあ今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。いやー、ちょっとそんなショック受けないでよ。いや、ちょっと今そんなショック受けないで、絶対めっちゃ素直に打ってやっぱ打ちやすいんですよ。いや、めっちゃ打ちやすかった、普通に今までこういろいろ F スピードとかスカートディオスが打っていただきましたけど、僕ダントツです。ダントツ、あのディオスの時より、F スピードは打ちやすいってなった、すごく。それぞれ良くなってきてるけど、ただ全くこれってまた違くて、違います、打ちやすいとかも合ってるみたいな感覚が、もう、あの、僕はですけど、もともとネクシーガーでしたもんね。そう、ネクシーガーだし、今もまあジオブレイクとか使ってるし、こう、もつけがすごいガッときました、今。1,2,3,4 生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年と2000年前から愛してる。街を抜け海に出たら次はどこ目指そうか。窓から見下ろす街並みは願いを一つ叶えるなら花や虫は何を願う。